Yeah.
後ろに回る。
パパの高一の時の体重より重いんですけど。パパ52なんですけど、高一の時。そんな細かったの？で、パワーアップしても、結局65キロぐらいなんでしょうね。そうなんですか。私66キロなかった。はいはい、なんか60から70。65キロぐらいになったと思うんですけど、71キロでしょ、みんな80キロぐらい近いですから、落ちてくるから、なんでこんなに体格差あるんだろうって、みんなそのくらい経験しとくと、なんか父ちゃんさ、あれじゃん、でも60の方がいいんじゃねえかって、4キロ程度、毎日6時間ぐらい練習やって、絞ってさ、そこから4キロって、飲まず食わずしか落ちない。死ぬかと思う。いろいろやめると思う。あれも太ってる人がやるもんだ。父ちゃんさ、高校の時にさ、同級生で100キロ超えてる人だったのか。僕は僕なんですよ。何もやってねえけど、あそこライブ局になって1000人から集まる学校だから。190センチあるやつとか、何もしてねえんだよ。学力90とか。何もしてねえんだよ。やばいやばい。あそこでなんか手を集めて本当にね。そう。ダメだ本当にまだ。若干してるぐらい。ダメだやっぱ。その学校で辛いだった。何体重も多かったから。ないよ60キロ。あ。細かった。この加減だ。この子でパワーはあって。校内の県大会柔道って競技があるから、そこの学校は。クラス、校内の15クラスあるから。今のはあれだよ。太田市より校内で出てる。4回しないと優勝してる。すげえ。で、それに出てきて、60キロしかないから、アトリウムに100キロとかあってやる。もう大したことねえよって、みんなクラスが同じところに100キロ、クラスに100キロ以上あってきて、レスリングの場合だよ。現地から登録が65キロついたらそのトレーニングを連絡だと第3位ですね、全国3位そのあそこでレスリングも強いんですよ。それはもう全部やるからレスリングこうやって柔道だって別に大したことあるわけでねえですよ。レスリングやって3位になってもら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 って決勝で負けちゃって、で俺パパ負けてねえ。で、仕事さんたちで勝って負けちゃって、2位で、高3の時はもうきっちり、最後だから先生も勝ちに行く、元柔道部を2人入れて、3人経験者、でみんな県大会行ってる2人だもん。重量級で、重量級だけど、7分以上だった。ぐらいで県大会と思うのと軽量級で高校からモードキッカーの県大会とそれが同じクラスにいたからその2人を入れてこっちからうわっうわっ2年くらいしか離れてないからまあ投げるよ。柔道部のことやってもその県大会と重量級と勝てないからあとで行こうちから始めたことはなかなかそうですよね。しょうがねえいるんだから、私のクラスは全部関係者市のチャンピオン、2人がいるお父さんがこれ生まれて